じゃあ、僕じゃあそこの説明するんで、まあ、バンギーさんにぜひやっていただきます。ああ、じゃあ、今日、ふくより、あのね、ヒール使えて、こう、足をふっと上げてらっしゃいましたので、あの、ひらめきも多分使えてます。ひらめきをこうずっと上げてね、こう、ししゃもみたいな、へこみのここです。ちょっと下げる。ここですよね。ここを、方向的には、ちょっと下からこう入れる感じで、あ、いいですね、ペンシル持ちで、こう、押し当てていただいて、弱で、ローで。ずーっと、そんな強くなくても、ピタッと密着させるだけで、たぶん、こんなんで。すごい効くんですか。こんなんでいいんですね。いや、こんなんです。ちょっと、もうちょっと押したくなっちゃう。ダメです、ダメです。これでかい、これが。これが。これが。押しちゃって。気持ちよ。押さないといけない。自分はもうちょっと、これでもう大丈夫。置物だぐらい。無理だよ。これで、そう、ホールドしなきゃいけない。ホールドしてください。もうちょっと押したくなっちゃう。で、戻るときは、押したり、押したり、押さなかったりしたくなる。押したくなります。気持ちよ。腰を入れましょう。腰を入れる。パンデを入れ、あ、これ出たか、当たり。これ来た。腰を入れました。これは何を言ってるんですか。こちら、戻るときは腰を、腰軽く、腰軽く。腰から入れる。手から離すんじゃなくて、腰から入る。あ、体ごとみたいなことですね。そういう、丹田重視でございます。もうちょっとした。どうですか、あったり気持ちいいですよね。気持ちいい。手だけでやるより、腰が入った瞬間に、こういうふうにとこられた。このままじゃあ足の方行きましょうかね。ちょっとこっちに火を。確かに。おー。これこれ、腰と腰体、こう、くるぶしの横にこう、こういう感じ。おー。これ、パンさん浮いてますね。初めてが来た。俺はちょっと手を添えるだけですよ。いや、もう添えるだけで自分、それを取れて、このコーン。言うんですよね。これ腰振ったんじゃん。すごい気持ちいい。これは覚えてない。気持ちいいもん。ね、まあ、正しい使い方知れば。すごい、すごい。これぐらいなんですよ。すごい。僕はグネってする。僕はグネって。これ直感の操作があるので、これいい加減調整してくれます。なるほど。いや、これがちょっとグネに開くから。すごい気持ちが。腰から引いていただいて。腰を入れる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 。もう左手ずっと握ってるんですよ。今度上行きましょう。上行きましょう。あくまでも正しいやつですね。間違ったシリーズ。ここ行きます。ここ膝の裏もいいんですけど、膝の裏は少し屈曲に少し曲げていただくと、あの、当たりがまたいいです。なるほど。あ、でも気持ちよさそう。気持ちいい。気持ちいい。バンディさん、自信を持ってください。そうですね。今日も、バンディさん、今日からセラピストです。電話セラピスト。電話セラピスト。電話聞こえない。電話聞こえない。電話聞こえない。まだこっちを見るぞ。あ、いいなぁ。そんな、じゃあ、もう、これ、おかしいんやな、と思って。ああ、なるほど。大体タイムですね。いや、類似品結構あるんですけど。あ、本当ですか。ラブフェアリーとかいろいろある。ドンキホーテに類似品がいっぱいある。でも、ドンキでもつらいの売ってます。あります、あります。じゃあ、ここ来ました。膀胱系来ました。一番ここ中心来ました。あ、ここ結構強いな。なんかエロかったですよ。エロかったよね、今。それエロかったもしれないけど。お前、腰を上げて、腰を上げて。腰を上げて。腰を上げて。ちょっと暇だね、今の。暇を。膝を曲げる感じ。あ、そうそうそう。あ、それも知らない。ここはね、腰が来てる。でもまたバッキーさんがエロいものしそうな感じなんですよ。じゃあ、ここ来ますよ。じゃあ、ここ来ます。天国。じゃあ、ここ来ました。さっき来ました。授業。すごい。じゃあ、ここもちょっと場所をイメージしてね、ちょっと痛く見ていただいて、ちょっとここの手を軽く貸していただいていいですか。ここ軽かったです。ちょっと、広い心を抜いてくださいね。もっと手の力を抜いていただいて、優しくこう、もうこれで十分です。はい。こうするとなんか硬いとこう柔らかいとこう感じです。膝を少し曲げていただいて、こういう感じ、あ、いい感じです、いい感じです。こんな感じだとちょっと硬いとこう、これだけでも気持ちいいよね。うん、気持ちいい。それだけでもすでにね、癒しがなと。癒しがね、これは難しい。俺はこんな感じ。これは難しいです。すごい手があったかい。あ、じゃあ向いてるじゃないですか。向いてますよ。めっちゃ頭いてしまう。これはね。頭あったかい。あったかいし、めっちゃ汗かく。あ、いい感じ。何があったかい。腰つきの、腰つきの時ですよ、じゃあ。
じゃあ、このさっきやった霊剣剣士の人員。好きな。え、でも、ノーリさんも一緒だもんね。そうそうそう。新しく言ってるもんね。投げてるんだ。めっちゃ高いんだよ。そうなんですよ、いつも。首はいいよ。本音も重要。目だけ出します。あの、二人ともちょっと目線をお願いします。すごい抵抗ないんだね。そこは今これ、ビコやる前。ビコテですから。はい、ビテボツ。ここまでですから。もう一回、もう一回目線をお願いします。この下は。ここでスライムするんですね。ここでスライムですよ。一番下です。スライムって言えば、そのスライムしましょう。で、そのイメージを持ちながら、じゃあ、あるところから。さあ、ローでございますよ。ローで、ローで。これ、なんか、2個押してたじゃん。この辺りだったよ。これ、両方、手前から行く。狭いからって。長いアングルです。スライムがいいのはね、親指でかいでしょ。こんな広い、でかい指いないじゃないですか。もう、こんな広いところですから。大体当たっちゃう。大体当たっちゃうのまたエロいですよ。大体当たっちゃう。ちょっと待って、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 かっこいいマジかかっこいいどうですかちょっとコメントいただいて。それがエロいよカツンと言ってるすごいすごいロックの構えに対してカツンと言ってる。だからアウトオーバーは生かさないのが一番いいって。全然こうまっすぐ出てる感じ。垂直なんで。垂直なんで。これ今還元油ですからね。まさに還元油の裏ですから。やっぱ腰をちょっと違うよ圧力。そうです。還元油。ちょっと今すっげえ圧力ですけど。形がいいですね。形が。さっきの圧力、ここはもうまさに。肩骨神経の事業ですから、ここはもう多分骨盤全体がさっきね、バイブレーション来てる状態なので。来てる。それ、エロい気持ちになっちゃいませんかね。大丈夫です。大丈夫なんですかね。そっちのせいです。それいいです。ナチュラルな感じ。反対側こっちで、授業。どっちが行きたいとか気持ちとかありますか？でもさ、男性がさ、電話やってますって言ったらさ、電話やってます。なんかさ、よくある、そのなんかエロビデオのさ、花田さん間違ってます。間違ってます。概念自体が間違ってます。変えてきましょう、その概念を。変えてきましょう。真面目な電話ですよね。正しい電話です。真面目な正しい電話で。電話って言ったら、電話って言ったら、電動マッサージ機。電動マッサージ機です。電動マッサージ機ですよ。ドーサージ機とかって。どういう訳しか。そしたら、電話でほぐすって言ったら、なんか、いっぱい多分出てくれる。そうですね。でもやろうかな。そういうの、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 え、ダイヤさんに私もなんか真似させていただいていいですか？電話買うんで。電話動画。電話動画。出していいですか？師匠の皆さんも、師匠の皆さんも、師匠の皆さんも。そうですね。もうちょっとコメント聞かれて、バンディさんの電話プロどうだったでしょ？バンディさん。これもう、キャビンと見る見るじゃん、もう。これ、これ、これ。普段のこういう仕事の人？ありがとうございます。動画のプロです。すごい上手だった。あ、バンディさん。あ、バンディさんもこれで。すごい。いや、来週は電話の。丁寧にやろう。すごい。あ、でもバディさん向いてますよね。結構なんか。そう。これね、電話。僕は自信あります。いや、すごい。じゃあこれからセラピストになってくださいよ。タイラーにも電話を皆さん広めてください。すごい。はい、ありがとうございます。上手だよね。今日は電話で。